はい、今ネットで調べたらですね、出てきましたやり方が。このブートのバイオスか、バイオスの バイオスの設定で、そのブートバイオスの設定のブートで、その優先順位ですね、優先順位を決めるっていう、このドライブの起動優先順位を決めるっていうやつで、でこのここに、やっぱ1セットブートドライブ、ここでその優先順位が決められるということで、エンターキーを押せと。でこれの説明とちょっと僕のやつが違うんですけど、これ1セットブートがこのやっぱ CD ドライブになってるんで、このハードディスクこれにして、これでこれで、あ、これはいろんなドライブが書いてあるな。で、これで、これで、セーブ F4。セーブ、これで F4 か。イエス。これでどうだ？これでどうですかね？直んないですね。あれでもあれかなと思ったんですけどね。違うのかな。もう一回ちょっと、もしかしたら設定が、いやでも1セット。あ、でもなってますよね。こう、ちょっとこれ、USB ハードディスク、多分これ DVD H、いや違うのかな。ちょっとね、英語よくわかんないですよね、僕。英語わかんないんですよね。いやでも設定はハードディスクを示してる。これ元に戻しました。はい、ダメですね、ダメ。ちょっとあの一回パソコンの他のやつを取ってみます。うん。